英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながら、そして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろん、これから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのか、どうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで、先生よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、まだ8月なんですよ。暑いよね。暑いって言いたくない。しょちゅうお見舞い申し上げます。先生あの権利関係があるんで。いいじゃん、カペラなんだし。やめてください、はいはい、で今月 は、5週あるんですよ、うん、5週あるので、はいはいはい、お悩み相談もう1回ってことなんですけれども、うん、もう終わりだね、夏休みも、ね、夏休みもう終わりですね。終わっちゃってんじゃないの。あ、終わってるところもあるかもしれないですけど、まだ8月ですからね、31日まで、うん、あるところもあるかもしれないですけれども、うんうん、ただ今年の夏は本当に胸まで熱い。なんて言うんですっけ、猛暑日、うん、猛暑日がこれまでの最高の3倍以上の日にち日数あるみたいなので、なんかもういろんな数字が出てるんですよ。125年やばい、ね、でに1回みたいなこととかいろいろニュース見てると出てくるんですけれども、うん、まあとにかく今年の夏は暑いで、9月も引き続き暑いみたいなので、確かにさ、はい、ほらどうだっけ、いろいろ言ったんだよ、日本三景をさ、はい、見せる、まあ、うちのチビにね見せるっていうので。日本三景、そうそう、日本三景あるでしょ。どこですか。松島と、ああ富士山が見える松島、富士山が見える、あの富士山見えるじゃないですか。初島、松、あ、違う、ごめんなさい、松島、ま、松島だよ、松島ですね、宮城の方、はいはいはい、松島の、あのほら、あの松島や、あ、松島や、松島や、はい、あのリアス式、リアス式海岸の、あのね、ほんとね、この歌を読む人間としてどうなのかと思うよ。何がですか。芭蕉の松島や、松島や、松島やと他に何かないのかよ、こんな言葉っていうさ。ね、やっぱりこう圧倒されたんじゃないですか。それとかほら、あのジパングとかさ、最近ちょっと興味あるみたいで、あのジパング、義経に興味があるところからさ、あのどこだっけ、金色堂行ってきたんだよ。ああ岩手の中尊寺。そうそうそう、はいはい、中尊寺となんだっけ、毛津寺か、はあ、うん、もうそしたら暑くて暑くてさ、うん、暑いですよ。いやもうね、大変大変ですよ、うん、大変、あの途中でこうへこたれたもんね。いや、あのね、倒れそうになるぐらい、はい、おじいちゃんほら、なんていうの、汗かかないから。本当に危ない。あ、そのね、そう、この体温調節が。それで、そのどこだっけ、あそこも行ったんだよ、宮島も、秋の宮島。あ、今度広島。そうそう、宮島も行ったら、宮島のあそこの何、舞台のところでまた死にそうになっちゃってさ、それでこの急いでこの何、こう出て、そしたらその裏参道の方で、はい、あのかき氷屋があって、かき氷の屋の親父がさ、この人大丈夫かって顔で、なんかあのほら冷凍庫の氷受けあんじゃん、はい、そこに氷と水入れて、こうやってほらタオル濡らして、これでおやすみなさいみたいなことを言われてしまうほど俺も年取ったなっていうこと。あそこででも倒れたら、うん、ヘリで運ぶんですかね、うん、ヘリポートないですよ。そうだね、ないね、なんか情けです、ね、いやだからあの、はい、休憩すれば治るんだよ。いや、まあそれ、ね、熱中症だったらそうですけれどもみたいなね。であと京都はね、まだ行ってない、暑いから。いや暑いですよ、天の橋立ては遠いしさ、うん、それをだから、まあ、ちょっと涼しくなったら行こうかなと思って。いやだからね先生、うん、来月も皆さんね、うん、地頭力講座募集しますけれども、うん、そうだね、はい、しますけれども、うん、地頭力講座の中で言ってるのが、うん、まあ、イベントを起こそうみたいなこと言ってるじゃないですか、うん、ただ今年の夏は
お父さんお母さんなかなかちょっとイベント起こしづらかったんじゃないのかなっていうことで、無理しちゃダメよ。特にね、子供はほら身長が低いじゃん、親よりも。あ、だからその地面からの照り返しもろ受けるみたいで。ですよね。そう、もうとにかくね、かき氷、かき氷を食べさせるといいと思う。最近かき氷が高いんですよ。いいんだよ。いや、いいんじゃない、いいんじゃない先生ね、うん、僕今年はかき氷食べたいなと思って都内のかき氷屋をね、いろいろ見てたんですけども、うん、はいはい、いくらすると思いますか、かき氷。500円ぐらい。2000円ぐらいするんですよ。うちの近所にもあるわ、そういうのが並ぶかき氷屋、はいはい、もうすごい行列ができてて、うん、だからだったら、はい、空いてるとこ行きゃいいじゃんと思うんだけど、行列で並んでもう炎天下でさ、それで1500円だから何かぐらいのかき氷、はい、うん、しかもさ、なんかすっごいでかいんだよ。すごい大きいんです。そう、うん、あれ食えんのかなっていうぐらいのものを、はい、おっさんとかもいるんだよ。いや、だから僕が言ってるんです。あ、そうかそうか、あずきさん十分おっさんだもんね言ってますよ、おじさん、ね、食べたいです、うん、いや、まあだからそんなことだよね。かき氷いいよね、うん、で、かき氷といえばさ、はい、せがれたちとさ、この三島に行ったんだよ、はあはあ、これもすごくない？お子さんにね、三島に、うん、三島温泉に行ったんだけど、一泊で、はい、そこ行って伊豆長岡の温泉泊まったんだけども、はい、で そこでこの三島漁港があるじゃん。ああ、はい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 、三島の漁港でさ、この駐車場止めたらさ、すぐところでもう暑かったんだよ、とにかく。で、人もいっぱいいるしさ、日陰があんまないじゃん、あそこ、はい、で行ったらさ、この店が、出店があって、そこでさ、はい、何こうお姉さんが売ってんだよ。はい、後で来てくださいよっつって、何売ってんのかっつったら、チューハイ、缶チューハイあんじゃん、はいはい、かき氷も売ってんだよ、その店、はい、で何かっつったら、かき氷だから、このコップに氷を入れて、かき氷をガシ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 やったところに缶チューハイ入れんだよ。わあこれ体冷えていいわあみたいなね、こともありました、はい、だから、はい、とにかく熱中症にならないようにね。そうですね、まあ皆さんね、今月のバルキッズ通信はもうご覧になってると思いますけれども、うん、夏休みの話題だったんでね、うんうん、とにかくぼーっとしようよっていうことだったんで、そうそう、うん、まあ、出かけなくてもね、うん、お家で十分できたことなのでね、うん、この暑い最中、うん、十分ね、パルキッズ通信を参考にして、そうだ、ね、お家でぼーっとする時間を作っていただけたんじゃないのかなと思いますけどね。ぐんと伸びた夏だったんじゃないのかな。そうですね。で、書くあれかしっていうことだけどね、はい、じゃあ先生、うんうんうん、それではそろそろお便りの方に移っていきたいと。その引き続きだよね、うん、そうですね、うん、はい、今回のは、じゃあいきます、はい、8歳の娘を読書好きに育てたい、アドバイスお願いしますということでいただいております。こんにちは、私は8歳の娘を育てる母親、トリコロールです。トリコロール、うん、フランスですね。トリコロール、はい、うん、最近娘がもっと本を読むことに興味を持ってほしいと思っています。興味を持てと思う、はい、そうですね、読書の素晴らしさを知って、うん、想像力を広げ、うん、知識を深めることができるようにどうしたらよいかアドバイスをお願いしたく思い、こちらに相談を投稿しました。ほうほうほう。娘は好奇心旺盛で、うん、新しいことに興味を持つ子ですが、うん、テレビやスマートフォンに時間を費やすことも多いです、うん、なるほど。私は彼女がデジタル世界での学びと、うん、本から得る学びのバランスを取ってほしいと考えています、うんうんうん、親御さんの中には子どもたちに読書を楽しむ方法を教える素晴らしいアイデアを持っている方がいらっしゃるかもしれません、うん、どのようにしたら本を手に取って没頭するようになるのか、お気づきの点やご経験を共有していただけると嬉しいです、うん、でちょっと待って、これ誰に聞いてんの親御さんに聞いてください。そのね、我々にそういうストックがたくさんあるのではないか、うん、あ、なるほどね、なので共有してほしいと、うんうんうん、またおすすめの子ども向けの本やシリーズがあればぜひ教えていただけると嬉しいです、うん、彼女の年齢に合った楽しくて魅力的な本を見つけるのが難しいこともあるので、このおすすめをね、聞かせていただけると嬉しいです、うんうんうん、娘に読書の素晴らしさを伝え、彼女が自ら本を選び、うん、楽しむ読書習慣を育むお手伝いをしていきたいと思っていますと、うん、どうぞよろしくお願いいたしますということなんですけれども、まあね、読書ちょっと微妙だな、うん、これ我が子を読書好きにさせたいっていう親御さんは結構ね、うん、多いと思いますけれどもね、想像力を広げ知識を深める、うん、まあ確かにね、でさ、そうですよね、この、まあ、これいくつかポイントがあるんだけども、はい、まずはその読書好き
とか読書が苦手とか嫌いとかいるけど、はい、本読むの好きな人ってどういう人？本読むのが好きな人はどういう人なのか、うん、あずきさん本読むの好き？僕はそれこそこのねトリコロールさんのお子さんの8歳の娘さんなんで、僕が8歳の頃の話をすると僕は全然本読んでなかったですね、うんうんうん、はい。でなぜ本を読んでなかったのかというと、うん、読むのに精一杯だったんですよ、はいはいはい、文字を追うだけで精一杯だったんですよね、うんうん、でそれよりも漫画の方が楽だったんですよ、絵を見れるんで、うん、なので僕は8歳の時は裸足のゲンと漫画日本の歴史、うんうん、あればっかり読んでましたね。はい、ゲン、いやゲンは読みましたね。ゲンちゃんね、はい、あと漫画日本昔話的な日本昔話じゃないですよ、日本史、日本の歴史、漫画日本の歴史ですね、はい、あれが大好きでしたね。なるほどね、はい、あのさ、本をね読むっていうのはどういう行為なんだろうね。本を読むのが、うん、人はなぜ本を読むのかってことですか。そうそうそう、それは2つ理由があると思います。おお、出た出た、はい、うん、一つが英検マスター英検マスター、あ、そういうことですかI have two reasons、ね、two reasons OK, let's hear、はい、まず一つ目、うん、エンターテインメント、エンターテインメントね、はい、はい、うん、ですね、うん、まあ皆さんがね今でこそネットフリックスとかいろいろありますけれども、つまり暇つぶしね。そうですね、うん、はい、うん、映画とかそういうのと全く同じ感じのエンター、はいはい、映画とかと同じ、はい、はい、そうです、うん、ってことはここで言うテレビとかスマートフォンと一緒ってこと？同じですね、うん、じゃあエンタメ、はい、エンタメが1、はい、2つ目が、うん、知りたいことを知るために読むっていう。なるほど、はい、なるほど、うん、まあだから知的情報収集、情報収集ってことはだから そこに行くわけだ。そうです、偶然得るんじゃなくて。違います、そこに行くんだね。そうです、 OKOK、はい、だから何かを調べて要するに深く知るために本を読むと、はい、いうことと、もしくはまあ、暇つぶし。そうです。でそうするとじゃあ読むもの違うよね。2つ違いますね、うん、まず1つがエンターテインメントの方が何、はい、読む。例えば、うん、推理小説とか。ああ、なるほど、はい、もう村上春樹なんかもうね推理小説じゃないけどもさ、もう本当にエンタメのエンターテインメントの最大のもんだよね。そうですね。あと歴史小説、中間小説、司馬遼なんか俺も好きだったけども、はい、あと今半藤さんのやつやってるよ。どこだっけ、あそこの皇居のとこで。あ、日本で一番長い夏の、うん、そうそうそう、うん、あ、長い日か、うん、はい、いやもう本当半藤さんのなんかやってるからちょっと見に行こうかなと思って。だから そういう、まあだけどエンターテインメントだよ。そうですね、うん、まあちょっと歴史的な話になると、うん、情報収集も若干含まれるじゃないですか。ハンニバルとかまあ、ハンニバルもそうですよ。結構司馬遼とかも、うん、あれが史実だと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんでいいよ、ね、あれで歴史勉強した方みたいな、うん、はい、ちょっとねそこは、うん、まあちょっと、うん、難しいですけど、大いなるクエスチョンもあるけど、はい、まあ、ただよくあるね、うん、まあ、それこそ明智小五郎みたいなのとか、うん、シャーロック・ホームズみたいなのとか、いいよね、いいよね、うん、石黒和夫みたいなのとかも面白いよね、はい、そうですよね、うん、はい、でエンタメ暇つぶし、はい、でそれでもう一個別のやつは、はい、必要に迫られて、そうですね、読むってことだよね。そうですね。そっちって楽しい？まあ僕はどっちかっていうとそっちばっかりなんで、うん、そっちが楽しいですけれども、うん、はい、ってことはこの、トリコロールさんがおっしゃってる想像力を広げ知識を深めることができるようにっていうことをさ、はい、読書の素晴らしさにおけるその2つのポイントとして挙げてるんだけども、はい、想像力っていうのがつまり、文字からその風景を、まあ、起こすっていう頭の中に要するに表象を作るっていうね、はい、操作だよね。でだから想像力ってことは表象操作、まあ、表象を結合させるってこと、表象を頭の中で作るっていうことであればそれは小説とかでよくあることなんだよ、はい、でそれともう一個知識を深める、はい、っていうのはこれどっちかっていうと抽象的なものなんで、あずきさんが言ったところの必要な、まあ、専門書を読んだりとか、そうですね、いうことだ、ね、はい、でこれってさ2つ一緒じゃないよね。違いますね、全然違うよね、はい、でそうすると本を読むっていう作業においてこう一緒にしてしまっちゃダメなんだよ。うん、例えば、うちのチビなんかだと、まあ、本を読むんだよ、絵本も読む、ストーリーものを読む、はい、うん、読むし、あとは同時に、図鑑持ってきて調べる、そういうことです、そういうことですよね、うん、はい、だからこれ2つ別の作業である、はい、
ていうことだよね。はい、そうです。うん、でそこを理解した上で、うん、トリコロールさんね、はい、どっちを子供にしてもらいたいのかを考えなくちゃいけない。ほう。うん。だよね。そうですね。そうで重要なのはどちらかっていうと、まあ暇つぶしよりも、うんうん、想像力というよりも知識を深める。要するに抽象的な、記述を理解できるっていう能力、はい、つまり物語文を読んで頭の中で、表象を作る、表象化するっていうことはできて当然なんだよこれ、はい、誰でもできるのよ、はい、でそこの能力を高めさらに鋭くしていくのかのための読書なのか、もう一つは、抽象的な事柄、例えばマニュアルとか、はい、何かこう作業 手順とかあるじゃん、ありますね、あとそのこういう仕組みですとかっていう、うん、そういったものを理解する、要するに抽象的なその説明文っていうものを読むことによってその理解力を高めるのどっちがいいのかと、はい、だから表象化っていうのは基本的に人間って誰でもやっちゃってるんで、はい、うん、そこを高める必要っていうのはないと思うんだよ。ほうほうほう、うん、で表象化を高める、表象化を精度を高めるためには必要なのは知識じゃん。そうですね、解像度を高めるっていうやつですね。で知識であって、はい、それには語彙が必要であって、そのためには、はい、そのなんだっけ、うちでいうとこの幼児教室プログラムみたいな、はい、まあ、要するに知識のその宝庫みたいなものをどん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 放り込んでいかなくちゃいけないわけよ、はい、でその上で、物語文読ませると子どもたちのその表象化、要するにあのイメージの結合の仕方っていうのがより繊細になってくる、はい、詳細になってくると、はい、いうことはある。だからつまり一つやんなくちゃいけないのは、語彙を増やすってこと、はい、でそうするとその想像力を広げるっていうのには語彙を増やさなくちゃいけない、はい、で語彙を増やすために本を読むのかって言ったらまさしくそうなんだよ、うん、本を読むことによって語彙は増えるんだよ、はい、だけども本の中で、あの本読んでてさ、例えば物語読んでて辞書引く？引かないです。引かないよね。引かないです。じゃあ分かんない語が出てくるじゃん、はい、いっぱい出てくるよね、はい、どうすんの自分で勝手に意味付けします、うんうん、そうだよね、はい、それができるんだよ、はい、あの日本人が日本語の本を読むときには、はい、でそれって正確？正確じゃないですだよね、はい、つまりそのそうすると語彙がもっと豊かであって、語彙が豊かなバージョンのあずきさんがいたとすると、はい、同じものを読んだときに見えるものは違うよね。違いますね、うん、だそのためにはやっぱりその語彙を豊かにするってことがその読解力というかその想像力を広げるために一つ重要なことであると、はい、でもう一つ知識を深めるっていうのはこれはその一つのカテゴリーがあってその内容をどんどん深めていくわけじゃんか、はい、でそれにはやっぱり何が必要かって言ったらその理解力、うん、カテゴライゼーションする理解力、例えば電車を見た時に JR であるとか、はい、あとは私鉄である、小田急であるとか、はい、近鉄であるとかあるじゃんか、はい、そういうメーカーというかその運用会社もあればこれは川崎重工であるとか、あ製造元みたいな、そう製造元っていうのもあるわけだよ、はい、うん、であとはそのどこを走ってるのかっていう、だからいろんな角度で見れるわけで、その電車によっても例えば特急があったりとか急行があったりとか普通があったりとか、そうですね、近鉄は分かんないから。そうですか俺ダメなんだよ、ああいう、僕はもう大学の時はもう散々お世話になったんで、あそっか、はい、うん、あのやっぱなんだろうな、地方に行くと何が怖いかって言ったらどの電車にどう乗ったらいいのか全然分かんないっていう、あちょっと九州にお住まいの方がいらっしゃったら申し訳ないんですけれども、うんうん、九州の電車はカラフルですんごい素敵なんですよ、うんうん、すんごい素敵なんですけど、いいよね、ルールがどうなってるのかよく分かんなくて、うん、なんかこう関東の方にいると、うん、なんか形とか色で、うんうん、こう特急とかなんかこう判断で、うん、そうだね、そうだね、明らかに違うもんね違うんですよ、うん、なんか特急らしいもんね、はい、ただこの九州行くと素敵な電車はいっぱい走ってるんですけど、そうだね、うん、どれが速いのかがよくわからないみたいな、そうね、あるある、はい、それよくあるわうん、はい、でこれなんか新幹線なのか、しかも在来線の線路走るのかとかもあれどっかで切り替わったみたいなのもわからないし、ね、いやそうなんですよ、あるんだよね、うん、でそういったことを知るのはこれっていうのはだから知識を深めるってことだよ、はい、うん、でこのためにはその本を読むって言っても図鑑を置いといて片っ端から図鑑を読むなんてことじゃなくて、はい、必要な時に開けて、あこれかと、あそうだからうちの
チビがよくやるのが、あの電車が好きなんで、電車の路線図が好きなんだよ。はい。で、路線図から何が始まるのかっつったら、漢字が読めるんだよ。はい。地域名がね、うん、でその後日本地図まで行くわけで、なんでかって言ったら新幹線って日本中走ってるから、はい、そうすると県名が読めるようになる、で県庁所在地が読めるようになる、駅名読めると県名とか、そうし、あの、そう、市町村名とか読めるようになりますよね、うん、でそこから始まるのが何かって言ったら、あずきさんが今困ったところの特急とかさ、急行とか普通列車とかっていうのがどの駅に止まるのかっていうのも彼知ってたりするんだよ、はいはい、九州の在来線だからそうするとこうなってくると、俺なんかが見えないものが彼には見えてるわけ、はい、うん、だこういうところが重要ね、知識を深めるってこと。これって、うん、あの先生のお子さんだったら、うん、まずおそらく取っかかりが電車っていう興味からスタートして、うんうん、そこからバーッと枝分かれして派生していくわけじゃないですか、うんうん、なのでおそらくトリコロールさんの8歳のお子さんも何かしらに興味がありますよね、うん、なのでそこから、うん、そこから深めていく、深めていくっていうのに本を使うといいんじゃないかってことですね。だからその重要なのはね、関心があれば勝手に深めるんだよ。あ、そうじゃんか、そう、ね、深めなさいじゃなくて、はい、あの勝手に知りたくなるから、もっと知りたいってなるから、うん、はい、そうすると本の楽しさじゃなくて、この後者ね、だから想像力を広げ知識を深めるの、この知識を深める方においては本人が関心を持たないことには知識は深まんないんだよ、はい、だから、とにかくいろんな知識を与える、でつまり想像力を広げる方も語彙が豊かじゃないと、厳密な正確なそのなんていうの、表彰にならないじゃん、はい、で知識を深める方も結局語彙が豊かでないとさらに深まんないんだよ、はい、つまり豊かな語彙っていうのが大前提にある、はい、でその上で、理解力、はい、っていうのが必要なんだよ、うん、理解力がないと、あずきさんがさっき言ったみたいに、その本を読むのが読むのに夢中でその頭に入ってこないみたいなことが起きるわけでしょ。そうです、そうです。だから読んでてつまんない、面白くないです。つまり何が必要かって言ったら、読む作業っていうのは、これは音韻表示、音韻化なんだよ。音韻操作、文字を持ってきて、文字群を持ってきて、それで音韻情報に参照して、そこから意味を引っ張ってくるっていうのが読むっていう作業なんだよね、はい、そうですね。つまりあの文字を音声にするっていうことが読むっていう作業なんだけども、で読むっていう作業に、なんていうのかな、メモリー、ワーキングメモリー使っちゃうと、はい、理解する方にワーキングメモリー使えないのよ。そうですね。でそうすると何が重要かって言ったら、まずは高い理解力を育ててあげなくちゃいけない。おお、そっちが先ですか。そっちが先、はい、でなぜかというと、高い理解力を育てるのは簡単だから。あ、うん、でしょ教えてくださいよ先生。それって別料金。ああ。うん、だから、まあ、簡単な話、たくさん読んであげるってこと。ああ、そうですね、うん、でまあまあ、ちょっと言っちゃうとさ、理解、ね、絵本をとにかく1日30分以上読んで、まあ、この子8歳なんで、好きなジャンルの話で理解力を広げるためには、まず何が必要かって言ったら、さっき言ったみたいに語彙が必要でしょ、はい、で語彙が必要ってことに関しては、その表現力というか、その表彰、はい、音韻表彰じゃなくて、その信頼表彰を作るのと同じなのよ。要するにその想像力を広げるのと同じところが使われるん で、はい、でそれに関しては物語でいいんだよ。あ、そうなんですね。そう、物語を Spotify とか、あ、オーディブルとか、オーディブルとか、そうそう、あ、だからそのワーキングメモリーをそっちに使わせないように、うん、そう、はいはい、うん、でそれで理解力だけをまずグッと上げておくの、はい、でそれで、8歳だからさ、そうすると読んだらすぐに音韻が符号化ができると音になるんで、はい、そしたら理解力が高ければ、はい、そうするとそれは直感的に理解できるわけよ。だそうするとワーキングメモリーは読む方にだけ割けばいい、はい、でこの読む訓練をして、そうすると読む訓練というか読む方にだけ割けばよければ楽なんだよ、はいはい、理解しようとしなくていいから、だからまず理解力が先、はい、でその理解力育ててしまって、次に読ませる、はい、そうすると読むことが楽しい、はい、なんでかって言ったら直感的に分かるから、うん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 、でしょ。で読むのに夢中になってても、このあーってすぐ分かるのね、はい、考えなくても理解できる。でこのまず最初に理解力を育てて、次に読ませる、でこの順番だよね。いいですね。この8歳のお子様とかは、うん、オーディオブックっていいですね。いいよ、はい、すごい。だからお母さんも楽だし、そうそう。でね、ここであるテレビとかスマホあるでしょ、はい、もうやめて先生。うん、実はですよ、うん、言っちゃいますけど、ほうほう、来月の
パルキッズ通信パルキッズ塾、はいはい、なんと、うん、私が、うん、デジタルデバイスと子どもの関係について書いてます。そうなんです。ぜひそちらご参照ください。うん、じゃあ、ここに関してはじゃあ詳しく言わないと。あ、そうですね、はいはい、そちらに譲ってください、うん、はい、つまりその読書を楽しむ方法というのは何かといったら、まず高い理解力を育てて、うん、そうすると今度はあの語彙も豊かにして、あとだから例えば地名駅名が読めるというふうな漢字なんかが読めるようになったら、さささっと読めるんだよ。でワーキングメモリー両方使わないで済むようにしておけば、はい、要するにあの地名とか、まあ、いろんなもの、小学校2、3年、もう8歳だったら漢字読めるはずなんだけども、はい、そのぐらいの漢字を知っていて、あとはその、まあ、知識というか理解力、高い理解力があれば読むことはね、自然と楽しくなる。だから、はい、読む読書の素晴らしさを知ってもらうっていうことはしなくていいのよ、うんうん、あの理解力を高める、はい、あとは文字を、まあ、読める文字を増やす、どっからでもいいから、はい、地名国名がいいと思うけども、それだけで子どもたちっていうのはすらすら読むようになる、うん、で読めたら楽しいじゃん、はい、その人がどんどん読むようになるこんだけのことが簡単でしょ。なるほど。その読書好きになるために、うん、その読書をさせるっていうことが重要なのではなくって、そう、うん、他のことをやってると読書せざるを得なくなってくるわけですね。そういうこと、そういうこと。でそうすると気づけば、うん、はい、夢中で、だってうちのチームまだ5歳だけど、うん、朝からなんか辞書とか辞書じゃないよ、なんか図鑑、はい、引っ張り出してきてこうやって確認してるもん。おう、はあ、確かに。でしまいには確認しながらこの駅をこうやって、これはトス？おー、うん、すごい。すごいでしょ。だからこの、まあ、だいたい子供向けの図鑑ってさ、ひらがなかって書いてあるじゃん、はい、でそれとこれでトスとかって言いながらやってるからさ、楽しい。トスってあの大分のですか？大分、うん、はい、福岡だったかどっちだかの九州の方だよね、はい、うん、でそんなことをできるようになると、すごい、うん、ということなんだよ、はい、いや、うん、よくわかりました先生、うんうん、これ今まで出てきてないような気がするんで、うん、とっても参考になった方多いんじゃないのかなと思います。そうだね、はい、うん、先生ありがとうございます。はい、どういたしまして。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、 Google、 Anchor、 Amazon Music、 Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。船津先生の著書、子供の英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見、ご感想はメールアドレス、podcast.pod.cas@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。はい。